形でその山岸を寄せていく斉藤。斉藤これだけの3クォーターが入った中でやるのはわけが違いますからね。札幌は最前線の新野が収めるか。ここに斉藤美月、まあ、これが斉藤の良さです。札幌奪ってカウンターに入る。浅野今シーズンからチームに加入しました。武藤に今日はシュートチャンス、ボールが集まります。まあ、今でね、大阪選手と武藤選手の距離感、山口がここに出てくる。倒れているがプレーは続行。新野と斉藤美月、ここも斉藤が奪った。素晴らしいですね。武藤捉えた。斉藤です。らしいプレーですね。はい、初瀬が左、斉藤です。イニエスタ、さあ行く。イニエスタ、斉藤が潰しました。斉藤が行く。パトリックに出す。前を向いている酒井。ここ一森が出ていった。あっと抜かれてしまいました。折り返してマテウス、もうここはよく入った。斉藤サイレンでプレッシャーかかった時は本当に、あ、ここはチャンスになります。斉藤のクロスに入ったのは武藤のヘディング。斉藤美月、斉藤ミドルレンジからシュートを打った、村上対応落として、だから小泉ここを取った。斉藤美月のボールダッシュ、そしてその斉藤が右に中央2人、ニアに入ってくる。パトリック、そのファーからヘディング。森島だ、取った。うまく挟みましたね。さあ、サンドで取ってカウンターアタック、さあ、パトリック来た。パトリック、横パス、ファンアラーノ、空いた、斉藤美月、斉藤美月の右足。施設でモベルのセットプレー一発で勝ってますから、はい、サッカーってそんなもんですからね。なるほど。ここはガンバのいいカウンター、坂本、ワイドに出します。しっかり粘りました。サイドチェンジ、斉藤美月シュート、ガンバ先制。カウンター一戦、ガンバ先制です。少しゆったりとはしてますよね、はい、っていうところですね。お互いにターゲットマンを入れています。斉藤強い、後ろからフアンマードリブルで仕掛ける。斉藤、斉藤がまだ行く。ここで倒れてファールです。まあ、ボール、そうですね、奪ってから自分で運べるっていうところは、まあ、斉藤亮さんではありますし、ワンタッチ、長友が競り合います。ボールを奪った斉藤、レアンドロ・ペレイラからファンアラーノ、エゴ・リベイラ、こぼれ球、阿部のシュート、先にクリアになりました。ただこれも長友、ここで前線パトリック収まりますが、やはり佐々木も強い。セカンドボール狙っている。さっきからさ、パトリックに出た。パトリック行く、パトリック行く。セカンドボール、ボールを奪い去ったメシノから宇佐美。ただいい切り替えを見せたジュビロ。ああ、ただ、張り詰めるようなこの緊張感。斉藤美月、斉藤美月、ナイスプレー。狭いところで斉藤、粘って倉田。パトリックスタジアムに着いた。ここでのプレーを楽しみにしてます。そんな話をしていました。斉藤粘る、斉藤、あー、リックを変えるか。斉藤、抜けた、チャンス。いやー、山見が左から右に立ち位置が変わってます。斉藤が出てきた。チャンス、山見、左足で狙いました。細谷が少し左サイドに出てる感じがある。まあ、椎橋もワンアンカー。あ、ここは前を向いた。レアンドロ・ペレイラ、こぼれ球。混ぜられると守備の方は嫌ですね。これもそうですね。逆に頑張ってね。パトリックです。パトリック、パトリック、パトリックだ。クロス入れてシュート。最後は大阪を取りました。赤が硬いってね。斉藤。斉藤。佐々木。クロス入れる。ヘディング、武藤、こぼれ球、パトリック。
山本からメシの斉藤ワンタッチで裏に出た黒川折り返すレアンドのプレーだボールコントロールしてクロースパトリックのところは弾き返した大内パトリックだースーパーですねスーパーゴールを決めた